ただいまからお聞きいただきますのは水曜どうでしょう講談でございます。講談と申します芸能は600年ほどの歴史がございまして、この芸能には一つの特徴がございます。とにかく話が長い。一番長いお話でなんと700時間もある。とても一度では語りきれませんから、2時間ずつ、1日2時間ずつ語りまして、いいところまで語って、続きはまた明日と言って翌日も来てもらう、見てもらうというのが講談の伝統でございます。そういう意味では水曜どうでしょうもとにかく長い。一つの旅をいつまでやっているんだと。そんな長さがあるわけでございますが、さて私が本日水曜どうでしょう講談を語ることになった理由についても、あの辺りのお客さんに向けて喋りたいと思うわけでございますが、先ほど来られた方は今から私同じことを喋ります。しかしながら伝統芸能は同じことを喋るものでございますから、同じことを喋っているなと思って聞いていただければ幸いです。令和4年の12月27日のことでございます。大阪の新地にございますラテラルというイベントスペース、ここで行われましたのがどうでしょうの忘年会でございます。この忘年会におきまして、玉田玉山が講談を披露することと相なった。その講談と申しますのが、玉山が水曜どうでしょうと出会ったその瞬間を切り取った、そのような講談でございました。一体どんな内容かと申しますと、そう、嵐から第2夜の話でございます。カメラが氷河を映している、その崩落を捉えようとしているのでございますが、なぜかカメラを操っている人間が山に気を取られまして、氷河からカメラを離すその瞬間にガラ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 、そんな出会いであったというお話をさせていただいたわけでございます。さあこれがディレクター陣2人に気に入っていただきまして、新年会ではぜひ別のネタを見たい、別の場所を切り取ってくれ、このように言われましたから、なるほど別のネタか思っておりますと、九段の山が気になるカメラマン嬉野正道でございます。いやー玉山君よかった、講談よかった、あの初めて見たっていうのがよかったな、新年会でもあの初めて見たっていう体で新しいネタをやってくれへんか、言われまして、玉山はいわかりました、答えましたが帰り道でございます。あれ嬉野さん初めて見た体で新しいネタって言ってたな、でも俺の初めては1回しかない、一体どうすればいいんや、無視するか。いやあかん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 、あの水曜どうでしょうという面白い番組を作ったディレクターの俺に対するディレクションや、これは無視してはいかん、初めて見たという体でやらなあかん、しかし忘年会を見て新年会を見に来る人もいる、その人に対して俺はどんな気持ちで講談を語ればいいんや、嘘つきやと思われてしまう、それは辛い、一体どうすればいいんや、よしなんとかいい方法を思いつくぞ、こう思いまして年末戦士一生懸命考えながら過ごしていく、そしてたどり着いた結論と申しますのが、開き直ってやる。ですからいいですか、乗り越えてよ、いいですか、初めて
初めて見たっていう体で今から語りますから、ウィリーじゃない話を語りますから、それは含んでいただいてお聞きいただきたいわけでございますが、さあ平成2年の2月の8日、兵庫県の加古川市におきまして、おんぎゃおんぎゃっと元気な産声を上げました玉田国さん。さあ小学校中学校と進学してまいりまして、高校生を迎えた。自分の部屋にテレビがやってくる。昔から帰ってまいりまして、10チャンネル、8チャンネル、6チャンネル、4チャンネル、NHK とキー局を回してまいりますが、なかなか面白いテレビをやっていない。あまりに面白くない。そこで玉山が触りましたのが、普段触らない3のボタンだ。兵庫県ではこの3チャンネル、3テレビというテレビ局でございます。普段は阪神タイガース、そして競馬の番組ばかりやっている。そしてなぜか阪神タイガースの番組には世界の盗塁王福本豊が出てくる。この福本豊、1000個以上の盗塁をした大選手でございますが、なんといっても阪神には所属をしたことがない阪急ブレーブスの選手なんです。しかしながらとにかく話が面白いので、サンテレビで重用をされている。少し話が逸れてしまいましたが、さあこのサンテレビにチャンネルを合わしますと、画面の中では憔悴した感じの男、 T シャツの男が2人映っております。そこには食卓がある。真ん中にはろうそくが一本立っておりまして、ワイングラスも並んでいる。右の端の方には何やらひげ面の男も、映りたいのか映りたくないのかわからない感じでそこに映っております。そしてまだスープしか来ていない。そして話を聞いておりますと、なんとまだホテルを取っていない。メインがやってくる頃にはもう時間は22時10時を過ぎております。これを見ました玉山は、10時から取れるホテルがあるわけないやないか、どういうことや思いながら見ておりますと、だんだんとこの食事の席が険悪な雰囲気になってまいります。果たしてホテルは取れるのか。ここでディレクターが申しましたのは、実はテントを持ってきている。そして寝袋も持ってきている。しかし寝袋は2つ君だ。こう申したのでございました。これには出演陣も驚きました。しかしながら当然寝袋は出演陣が使えると思い込んでいる、その出演陣に攻め立てるように、これは別に会社の寝袋とかではないから我々が使う、こう申したのでございます。なんという番組だ、変な番組だな思いながら見ておりますと、どん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 と食事が進んでまいりまして、車にカメラが戻った頃にはもう10時50分。赤い大きな文字で、どうでしょう班大ピンチ、こう映し出されまして、その日の番組が終わったのでございます。大ピンチの後一体どうなったんや。気になるなあ。いやしかし変な番組やったなあ。なんでご飯より先に宿を取らへんねん。おかしい。であのディレクターの人もすごいな、ご飯を食べたいと言ったお前たちが悪いというようなことを言ってたけども、その割には大行なご飯を食べてたな。軽いものにすればいいじゃないか、ピラフとかそういうスープ
とメインとデザートまで食べてたって、あのヒゲのディレクターがの急がなあかんというのにちゃんとメイン料理は全部食べきったぞ。もうちょっと急げばいいのにな。いやしかし妙な番組やった。ちょっと気になるな。思いながらいつもの日々がまた始まった。どん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 と日付が過ぎまして、あっという間に1週間の月が流れた。こうなると玉山頭の中には、あの世にはホテルを取れたんや。そんな言葉が思い浮かんでくる。またもサンテレビにチャンネルを合わせまして、見ておりますと映し出されるのは真っ暗な道でございます。そこに浮かび上がってきますのはテロップだけ。誰が喋っているのか全くわからない。何なんだこの映像は。こんなものテレビで映していいのか思っておりますと、次の瞬間でございます、カメラがグラッ揺れた。なんとカメラマンが眠すぎて気を失ったんだと。おかしい、このテレビはおかしいぞ。見ておりますとホテルを探して様々な街をたどってまいります。一つ目の街ではホテルがいっぱいで入れない。そうなってくるとだん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 と見学になってくる。二つ目の街では出演者が、あ、明かりがついていますと申しますが、なんとこれがパン屋だ。ディレクターはパン屋に泊まろうってのかと出演者を罵倒をする。ここで普通ならばみんなでホテルを探そうと一丸になれるわけでございますが、ネックになってまいりますのが車に積まれておりますテントと寝袋。このテントと寝袋を出演者は使えることになっておりませんから、どん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 と揉め事が加速をしてまいります。お互いがお互いにせず責任もなすりつき合い罵倒をし合うという、そんな車中となってくる。そんな中で訪れた町がトレンデルブルクという町でございました。さあこの町に入りましてホテルを見つけ、パーマのかかった出演者がこのホテルに空き室がないかを聞きに入った。しばらくするとこのパーマの男が戻ってまいりますが、どうも浮かない顔をしている。なぜかミスターと呼ばれている。なんでミスターと呼ばれているかわからない男の声が響く。ダメでしょうねこれは。この一連の映像を見た玉田玉山、なんだこのテレビは。俺は親や教師に自分の責任ならば最後まで頑張らなきゃいけない、人に責任をなすりつけてはいけない、一生懸命頑張るんだ、そういうふうに教えられてきた。そうできない自分を恥ずかしく思うことも多かった。でもこの人たちは何だ。お互いが悪いのにお互いに責任をなすりつけ合って怒り、腹が減ったと怒り、イライラすればイライラし、そしてがっかりするときはがっかりする。なんて自由なんだ。大人ってこういうことでいいのか。でもどっちかっていうと僕もこのラインで生きていきたいな。そんな風な考えにとらわれております間に、ディレクターが約束をいたしました。この時間を過ぎればテント泊だという12時という時間がやってきたのでございます。さあここからあの名ゼリフを、テレビ史に残る名ゼリフを出演者ではなくディレクターが言うという非常に面白いくだりになるわけでございますが、この続きはまたの機会のお楽しみに。どうもありがとうございます。
本日はお招きいただきまして、ここにこのように座らさせていただいているわけでございますが、まずは一席目、何をお聞きいただくかと申しますと、私がいかようにして水曜どうでしょうという番組と出会ったか、この一席をお取り次ぎいたします。講談というのは非常に長い物語ですから、皆さんそのあたり覚悟していただいてお聞きいただけますと幸いです。平成2年2月の8日よっ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 兵庫県の加古川市におきまして、おんぎゃーおんぎゃーと元気な産声を上げましたのが講談師の玉田玉山。両親の慈愛によってすくすくと育てられまして、迎えましたのが高校1年生の頃へ。当時剣道部に所属をしておりました玉山は、部活を終えまして自宅へと帰ってくる。ご飯も食べまして自らの部屋へと参ります。玉山、高校生になってから部屋にテレビを置いてもよい。このように親から言われまして、ベッドの脇にドーンとテレビが鎮座をしております。リモコンでもってこのテレビの電源をつけまして、さまざまにザッピングをしてまいります。4チャンネル、6チャンネル、8チャンネル、10チャンネル、 NHK さまざまと回してまいりますが、どうも今一つ面白い番組をやっていない。なんかもっと面白い番組やってへんかな。ここは一つ普段見いひんけど3のボタンを押してダメに映し出されましたのは、兵庫県に跋扈をいたします有局サンテレビでございました。普段ならばこのチャンネルに合わせることはございません。ただこの兵庫県の思春期の男子といいますのは、このテレビ局チャンネルを合わせる機会というのがあるんですね。一体何か、土曜日の深夜でございます。ちょっとエッチな番組をやって、それぐらいしか合わせる機会のないサンテレビ、これにチャンネルを合わせますと画面に映し出されましたのは、雄大なアラスカの氷河でございました。カメラは氷河崩落噴煙の氷河を捉えて、迫力のある絵やな。ちょっとこの番組を見てみるか。氷河の崩落なんか見れたらお得やしな。思いながら画面を見つめておりますと、どうしたことか、カメラマンが氷河ではなく山に興味を持ちまして、カメラが上がってまいりました。その時だ、ガラガラガラ、氷河の崩落が起こった。カメラマンごまかすようにすっと氷河に画面を戻しますが、もう後の祭りだ。出演陣からわっと文句を言われる。さらには出演陣ではなさそうなスタッフの男からのわー文句が飛んでまいります。何が起こったんや今、氷河の崩落を捉え損ねたぞ。これ一体どういう番組なんや。思いながら見続けておりますと、再び画面は氷河の風景でございます。またもや崩落しそうな氷河。しかしながらこのカメラマンどうしたことか、再び関心はやばいと思った。どん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 とカメラが上がってまいりました。その時だ、ガラ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 、再び氷河の崩落が起こりまして、取り損ねるカメラマン。ごまかすようにまたの画面を戻しますが、もう何も起こらない。
言われ続ける。この後ずっと愚痴と文句ばかりで番組が構成をされております。見終わりました。玉山は一体何の番組やったの？旅番組なんだ。いやでも旅の感じは出てなかったな。だいたい氷河の崩落を取れへんかったらそんなところはカットすればいいじゃない。何をそのまま流してんのや。不思議な番組やな。思って見終わりますと予告編が流れてない。この予告編では出演者であります青びょうたんがシェフだシェフだと言いながらキッチンのサイズには明らかに合わないフランベの機嫌を上げている。迫力があるな。一体かどういう番組なんや。来週も見てみよう。こうして見終わりましたのがあのアラスカの第2夜でございました。こっから玉山水曜どうでしょうの沼にどん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 とはまっていくわけでございますが、この玉山が成長をいたしまして、大学に入りまして大学を卒業をする。就職をしたかったんですが、就職活動、すべての会社からあなたはいらない。こう言われまして人生が続いていくことになる。28歳になりまして何か定職を持たなければ、こう考えるときにたまたま出会いましたのがこの講談という芸能でございました。600年ほどの歴史がある伝統芸能でございますから、修行は結構厳しいわけでございます。落ち込むような夜もある。だん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 と玉山師匠から怒られ続けまして、心に疲れが溜まってくる。何をしていても辛い夜、こういった夜が続いてまいります。病院に参りますと、玉山さん、うつですね。このように病院の先生に言われたわけでございました。よごと、俺はなんでこんなにダメなんだろう。何をやってもダメだ。生きていたって仕方がないんじゃないか。もう何もかもやめてしまおうか。そんなことを思い続ける夜がある。ああ、ダメだ。ここは一つ気持ちを変えなければ。テレビをつけてみますと、そこでは様々な番組をやっております。漫才やコントが流れていく。面白いものが映っているわけでございますが、面白いな。みんな才能があって、正しい努力をしてこうやって面白い漫才やコントでテレビに出ているんやな。それに比べて俺の今の状況は、正しい努力なんか全然できてないし、才能もあるのかどうか、さらに落ち込んでしまう。またチャンネルを変えますとクイズ番組をやっている。みんな頭ええな。なんでこんな問題わかるんやろ。セットも綺麗やな。いい学校を出た人がみんなで作っているんやろうな。こういう華々しい舞台には俺は一生上がられへんやろうな。こう思って落ち込む。ダメだ。テレビを見るのはやめよう。こう考えまして YouTube を見る。単純に全然面白くないな。元気が出るもクソもないやないか。俺は一体どうした。そんな時でございます。水曜どうでしょうが玉山にはある。再生ボタンを押しますと、そこには映ってくるのはいつもの面々でございます。確かに面白い面白い。でも頑張っていない。いや頑張っているのかもしれない。しかしいつだって間違った頑張り方をしている。努力をしては皆で愚痴と文句を言っている。その愚痴と文句が面白い。あー、これないよな。見てても全然落ち込まへんし、面白いなと思えるんよな。あー、これはずっと見ていられる。玉山、落ち込む日々が多かった。
これ以上落ち込んでしまうと大変なことになるかもしれない。考えて考えて考え続けることが悪い方向に向かうかもしれない。そんな夜に水曜どうでしょうが玉山に考える隙を与えさせず、心の隙間を優しく埋めてくれるわけでございます。決して水曜どうでしょうは玉山に救いを与えてくれない。しかしながら玉山の運命が好転するまでなんとか心の隙間を埋め続けてくれたのでございました。さあそうこうしているうちになんとか修行も一区切りがつきまして、だんだんと自由な活動ができるようになってくる。師匠に怒られることもだんだん少なくなってまいります。そして先日水曜どうでしょう講談をいたしまして、それが YouTube にアップをされますと、なんと人を褒めない師匠が、俺は水曜どうでしょう全く分からへんから何が面白いか分からへんかったけど、なんかすごいいい講談やった気がする。おー、玉山、伺ってまいりますと、ある意味水曜どうでしょうに救われたと言っても過言ではないかもしれないという、私と水曜どうでしょう出会いの一席でございました。どうもありがとうございました。平成2年の2月の8日、兵庫県の加古川市におきまして、おんぎゃーおんぎゃーと元気な産声を上げました玉田玉山。両親の愛に育まれまして、すくすく、すくすくと成長してまいりましたが、中学生の頃おいでございます。さあ、部活が終わりまして家へと帰ってくる。そしてご飯を食べまして、家族の団らんがありまして、部屋に戻るともう23時だ。中学生になると部屋にテレビを置いても良いということになっておりますから、チャンネルをどん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 と変えてまいります。4チャンネル、6チャンネル、8チャンネル、10チャンネル、 NHK。 しかしながらあまり面白いテレビをやっておりません。ここは一つ、普段は見ないが、あのチャンネルにチャンネルを合わせてみようか思いました。玉山が押しましたのがリモコンの3のボタンでございました。当然映るのは3テレビでございます。皆さん、3テレビご存知でしょうか？キャッチフレーズ知ってますか？おっさんテレビですよ。誰が見るんだ。そんなテレビでございますが、そう、このテレビ局に合わせますと、何やら見慣れない番組をやっている。画面の中には原付バイクが2台、これを後ろを走っている車から撮影をしている絵でございます。なかなか見えへんやな。見ておりますと、この絵が永遠と続いていくわけでございます。おかしい、ずっとこのままや。普通やったらバイクに乗っている人の顔をこうワイプで切り抜いて、こう左下の方にグッと置いたりするもんやけれども、そういうなんもない。ただただ同じ映像に字幕が流れるだけか。変な番組やなぁ。思ってふっと画面の右下の方を見てみますと、原付東日本縦断ラリーと書いてございました。原付東日本縦断ラリー、もっと早い方法があるやろ。ラリーというのはできるだけ早く行くということで、そして東日本縦断って微妙なスケールやな。他のテレビはユーラシア大陸とか横断してるのに、東日本縦断ってなんかようわからん煮え切らん企画をやっているテレビやな。まあそろそろ変えるかと思いますと、
何やらテレビから聞こえてくるのを聞きますと、バイクで走っている二人は米屋とそしてだるま屋だというではございません。いや、そんな番組は聞いたことがない。あ、そうか、サンテレビだからな。おそらくスポンサーの方がバイクに乗って出ているタイプのそういう番組だろう。見ておりますとですね、このだるま屋は結構面白いことを言うんでございます。ついにはこのなぜこんなことをさせられているのか、もうやめたい、そんな空気のことを申しまして、一緒に走っているお米屋さんに一気を起こさないか。そんなことまで言い出す始末。米屋の方は無口なのか、なぜかそれを無視いたします。しかしこういう旅の番組というのは普通もうすぐでゴールだとか、もうちょっと急ごうとか、もうちょっと頑張ろうとか、そういったことを言われるはずだけど、この人たちはもう文句ばっかり言っているな。不思議な番組だ。ま、変わった番組もあるということでとチャンネル変えようとすると、今度は画面上に出てまいりましたのは物々しい文字、死へのカウントダウン。死へのカウントダウン、これは大変な文字が出てきたな。もしかしたらこうハプニング的な映像をたくさん流すようなテレビ番組なんかもしれへんな。これは迫力がある映像が見られるかもしれへんぞ。思いまして思わずリモコンを変える手が止まった。するとだんだんとこのカウントダウンが進んでまいります。2分、1分、30秒、10秒、5、4、3、2、1、ゼロ、ゴー。だるま屋の亡霊一家だるま屋がバイクのガッ思いっきりアクセルを回しました。するとガーとなんとアクセルが空転をいたします。急いでだるま屋がガッとギアを踏み込みますと、その時でございます、原付が今にも荒れ狂う馬のようにパーンと前輪を上げた。そのまま前にありますフェンスにダーッと突っ込んでいく。後ろに刺されておりました上杉謙信愛用の毘沙門天の美の文字がひらひらひらっと揺れてまいります。これがもし上杉家の武者ならば、うまいこと原付を乗りこなしたはずでございますが、悲しいかな、乗っているのはただのだるま屋でございます。そのままフェンスに突っ込んだきりでございました。普通だったらこの後ディレクターが出てきて大丈夫かなどと言うはずでございますが、ディレクターは笑っているばかり。だるま屋が自分でバイクを元へ戻してまた信号を待ち始める。なんじゃこの番組は、意味がわからん。コンプライアンス的にも OK なのか。まあ面白いから来週も見るけど、こう思ったわけでございますが、これがかの有名なだるま屋ウィリー事件でございます。講談というのは様々な事件を講談として語ってまいりました。池田屋事件、生麦事件、その事件の1ページ、日本史の事件の1ページに書き加えられることになるであろう、だるま屋ウィリー事件の一席でございました。どうもありがとうございました。平成2年の2月の8日、
兵庫県におきまして、オンギャーオンギャーと元気な産声を上げました玉田玉座。すくすくと両親の慈愛に育てられまして、大きく大きく成長をしてまいりましたが、迎えましたのが中学生の頃おいだ。部屋にテレビがやってくる。部活が終わりまして、ご飯を食べて、さあテレビでも見て寝てやろう。一体どんなテレビをやっているのか思いながらザッピングをしてまいります。4チャンネル、6チャンネル、8チャンネル、10チャンネル、 NHK。 しかしながら面白そうなテレビをやってございません。なんとなく触りましたのがリモコンの3のボタンでございます。皆さんご存知、3テレビ。先ほども申しました通り、やたらと阪神タイガースのことばかりをやっているわけでございます。もうタイガースに全ベットしていると言ってもいい、そんな曲でございます。タイガースの試合があれば、どれだけ長い延長でも最後まで付き合っていく。しかしながら問題は、タイガースの試合が台風などで中止になった時でございます。枠はがっつり焼けている。一体何を流すのか、バラエティ番組か、それともドラマの再放送か。サンテレビ、私が中学生の頃は何を流していたかと申しますと、昔タイガースが勝った試合を流しておりました。番組のタイトルはトラジショナルという。お分かりになりますでしょうか。タイガーの虎、そして辞書はディクショナリーの辞書、そしてひらがなのなるがついて、伝統の意味の英単語のトラディショナルとかけてトラ辞書なるという、そんな番組でございます。猪俣隆14奪三振完封勝利。誰なんだ猪俣隆。広沢克実、お立ち台で六甲おろし熱唱。誰が興味があるんだ。そんな番組を流しておりますサンテレビ。チャンネルを合わせますと、そこに映っておりましたのは新幹線、新神戸駅でございました。サングラスをかけた男が何やら競争的な踊りを踊っている。ブル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 手を差している。これは一体なんだ、テレビに映していい人なのか。そう思いながら見ておりますと、この男宙に舞ったかと思いますと、何かを放り投げた。カメラが投げたそのものを映しますと、それは地面に落ちたサイコロでございました。カメラが捉えたサイコロの一の目、カメラが続いて映し出しましたのは一枚のパネル。見てみますと、どうもサイコロの目によって行き先が変わる、そんな企画をしている様子でございます。そして一の目の行き先は湯村温泉でございました。これを見た時に玉山、湯村温泉か、兵庫県の北の方にある温泉地や。おじいちゃんおばあちゃんと何回も行ったな。朝のや井筒屋、寿司屋の寿司兵、思い出がたくさんあるな。テレビで湯村温泉が映ると思うとなんか嬉しいな。今日は
しよう思いながらこの三テレビをステイいたしまして見続けることと相なった。するとなんと湯村温泉までの交通手段、これがヘリコプターだと言い出した。湯村にヘリで行けるんか、それは知らへんかったな。思って見ておりますと若い方の出演者、ジャージを着た出演者がやおらはしゃぎ出した。ケビン・コスナーじゃん。エアーウルフみたい。パラシュートで温泉にそのまま入りたい。むちゃくちゃなことを言い出しました。さあやってまいりましたのが川崎ヘリコプターシステムでございます。ヘリコプターじゃなくてタなんだ。思う玉山でございますが、さあこのジャージの出演者、トップガンという言葉を残しまして、みんなでヘリコプターに乗り込んだ。さあこのヘリコプター飛ぶ瞬間に浮いた飛んだと大はしゃぎをいたします。このジャージの出演者、もうヘリコプターの中でも大はしゃぎでございます。新神戸からどん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 ヘリコプター進んでまいりまして、中継地点となりますのは田島空港でございます。この田島空港にヘリが降り、再びヘリに乗り込んで湯村温泉に向かおうとしたこの時でございましたね。ジャージを着た男の様子がおかしい。僕酔った。後ろ酔う、前に乗る。こう言いまして、ヘリコプター前の座席に乗り込んだ。玉山には分かっております。田島空港から湯村温泉までは本当にすぐそこでございます。本当にすぐそこ、多分同じ市です。ヘリで行くほどのことじゃないんです。しかしながらこれに乗り込みまして、ジャージの男、 Here we go と機嫌を上げながらヘリコプターどん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 と進んでまいりますが、どん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 とヘリが進むに従って男の顔色も土毛色になってまいります。いよいよ湯村温泉のヘリポートに着くぞ、今着くぞ、その時でございます。機長がこれに来れずに、またヘリコプターをご利用ください、言うたこの時だ。エチケット袋を手に取りまして、口の前まで持ってきました。このジャージの男、続いて映し出されました場面はもう生死に絶えない。なんでこんな場面を映すんだ。音もリアルだ。次の瞬間画面には赤字で大泉を深く。大泉洋という人なんだ。知らない人だな。なんで知らない人が吐いている映像を俺は見なきゃならないんだ。思っておりますと次の瞬間、サングラスをかけた出演者がくせえ。機内にゲロの匂いが充満。
慢してますよ。デリカシーのない男だ。かわいそうじゃないか。ヘリコプターが湯村温泉ヘリポートに着きまして、玉山も一安心。そうや、俺は湯村温泉の映像が見たくてこのテレビを見てたんや。ここまでは確かにひどい映像やった。でもこっからはあの懐かしい湯村温泉の映像が見られるぞ。よかったな。思いながらテレビを見つめておりますと、温泉に浸かっている出演者2人の映像が2秒だけ流れる。温泉も終わりか。続きまして映りましたのは、湯村温泉でも最も有名なスポット、荒湯という場所がございます。この荒湯を望む橋の上だ。さあこっから温泉の紹介、食べ物の紹介、いろんな紹介があるんだろうな思いながら見ておりますと、次に紹介をされましたのはジャージの男が着ている紙製の下着でございました。ブリーフまで紙製だと。そんなことを申しております。次の瞬間もじゃあ行き先を決めましょう。サングラスの男がサイコロを振ろうとする。玉山びっくりをいたしました。待ってくれ、いいとこたくさんあんねん湯村は。お城みたいな浅野屋さんとか、荒湯でも温泉でゆで卵ができる。そんなことも紹介せずに下着だけを紹介して湯村を出ていくつもりなのか。無情にもこのサングラスの男は道行く人に迷惑をかけながらサイコロ振りまして、出た目は京都。ほんまに京都に行ってしまうんやろうか。次の場面はもう電車に乗っているのでございました。電車に乗ったかと思うと、ジャージの男は髪の下着のファッションショーを始める始末。温泉は2秒で髪の下着が2回。どういう構成の番組なんや。ゲロまで見てるんやぞこっちは。玉山その日は静かにテレビを消したのでございました。しかしながらこの玉山も年月が経つにつれまして、友人家族との旅行を重ねていくことになる。その旅行で思い出に残るのはその目的地の風光明媚な景色なのではございません。その旅の地で、そして旅に行く途中で一体どんな話をしたか。変な店員さんに変な対応をされる。宿で先生のモノマネをし合う。電車に遅れそうになって一生懸命走って間に合わなかった。そんな思い出ばかりが鮮やかに残る。旅の本質というのは目的地にはないんだ。誰と行くか、そしてどんな話をするかなんだ。こう気づいた時に、そういえば昔見たあの番組、そんな感じやった気がするな。思いまして、もう出ておりましたインターネットで、大泉洋深くゲロ、これで調べてみてみますと、出てまいりましたのが水曜どうでしょうという番組でございました。水曜どうでしょうか。さすがサンテレビやな。トラジショナルを作るだけのことはあるセンスや。いや違うぞ、これ北海道のテレビ局が作ってるやないか。北海道にもサンテレビみたいな局があるんやな。
思いまして玉山、次の週サンテレビにチャンネルを合わせますと、またぞろあのジャージの男が深夜バスに乗りたくないだのなんだの言いながら大騒ぎをしております。これなんよな、旅の面白さっていうのはこれなんよ。本人は全然面白くなさそうやけど、図らずも水曜どうでしょうによりまして旅の本質に気づかされたというどうでしょう、ケビン・コスナーの一席でございました。どうもありがとうございました。